これの母親が死んだ。位牌は9つの世界で一番高い山から撒いてほしいって。この世界の神々にとってよそ者は目障りな存在なの。お前は神か。万神族の長だった。でももう違う。ヨトンヘイムへ案内できるのはこの世でただ一人。この首を切り落とせ。オーディンに見張られておる。奴の孫を殺してしまったからの。ここで人間として生きることを誓った。だが真実は、私は神で、お前もそうなのだ。だから何でも好きにできるんだ。神を殺せば結果が伴うのだ。あんたはダメ。下がって。これは家族の。ああ、バルドル、愛する我が子よ。母上だ、見て。母上は巨人、僕も巨人。一つわからないことがあって、巨人は僕のことをロキって。いずれわかる日が来る。食べる？どうするの？帰るぞ。外がだいぶ荒れてきた。準備してくる。手伝う。
行くぞ。でも昨日は少しの間だったから、それでも元気だった。食べてさえくれればきっと良くなるはずだよ。聞こえた？まさか彼女だ。ゴフの木が近い。来るぞ。パールキー。簡単に諦めるわけないよね。諦めないだ。気を抜くな。撃てなくてごめんなさい。謝る必要などない。許すつもりはないのかな。命を救ったのに。息子を殺されたのだ。許すことなどできぬはず。そうだね。バルドルを殺したせいでフィンブルの冬が来たんだ。あれ以来雪も止まないし、止むことなんてあるのかな。いつかはな。だが最悪の時は訪れる。強くあらねば。やるよ。
私が鹿を。ほら食べて。声がしない。いつもなら吠えるのに。アトレウス、フェンリル、ねえ大丈夫？無理しないで。いい子だ。そうだね、僕も会いたかった。お腹はまだ空いてる？こらフェン、食べなきゃダメだよ。ほら、何切ろうか。よし、いい子だ。時が迫っている。心の準備をしろ。なんでまだ生きようとしてるじゃないか。もう長くはない。お前はいい子だね。勇敢で誰よりも強い子だ。でももうお休み。いいね。僕は平気。もう行っていいんだよ。我慢しないで。ソフナ、アップフラ、デス、ソフナ、ヘソン、ソフナ、ソフナ、ソフナ。え？いやだ。こんな夜中に稽古。夜であっても敵は来る。なんで？何のため？毎日毎日稽古ばっかりじゃないか。ずっとこのまま隠れてるつもりなの？隠れているのではない。いついかなる時も戦えるよう備えているのだ。さあ行くぞ。もう時間がない。フィンブルの冬の後にラグナロクが起きて戦になる。
ロキは予言に従ってすべきことをしてなきゃいけないのに、森に隠れて終わるなんて嫌だよ。僕とロキが一体何者なのか確かめなきゃ。神々との戦など決して許さん。戦いたいわけじゃない、答えが欲しいんだよ。その結果アスガルツと戦になったとしたら、母上も望んでたかも。我らには知る由もないことだ。あ、一生ね。父上、埋める前にフェンリルと二人きりにしてくれる？なんじゃ、ずいぶんとまた不機嫌そうな顔じゃの。何があったかわしに話してみ。狼が死んだ。ああ、なんとフェンリルが。あの子は平気か？いいや、埋めに行くそうだ。気の毒に。おや、寝るのか。おやすみ。クレイトス、一緒に来ないの？行きましょう。のんびりしちゃってユミルでも肩に乗せてるの？お前の狩りだ、先に行け。はいはい、おこりんぼさん。死んだばかり、苦しまずに行ったのね。ふんだけじゃわからないわよ。何を考えてるの？獣を狩るのか。ええ、狼を。狼にとって殺しは自然の摂理だ。今回ばかりは違うわ。しゆっくりよ、怖がらないで。助けたいの、そうでしょ？ダメよ、待って。来て、呉服の外に病気の狼がいたでしょ。迷い込んだのよ。私が言った通りね、対処すべきだった。あの時は問題ではなかった。だが次は狩る。
問題が間近に迫るまで待たなくったって行動は起こせるわ。害を最小限に食い止められるならば何かすべきよ。隠れて何もしないなんてできないわ。隠れてなどいない。こっちよ。私にやらせる気？うん、ありがとう。いない。まだすべきことがあるわ。お前さん、どうした？平気か？アトレウスは？狼を埋めに行ったっきり戻らんから起こしたんじゃよ。だいぶ経つじゃろ。近くにいるはずだ。どれどれ、足跡は凍った川へ続いておる。きっとそこに埋めたんじゃろうな。火が消えかかっとる。ここにいたのはだいぶ前じゃろう。ここをくぐっている。お前さん、また随分とうなされとったようじゃが、悪夢か？過去の夢を見る、毎晩のように。ああ、過去の夢、ギリシャか。いや、まるでフェイが何かを伝えようとしている。まさかまた亡霊と話しとるんじゃなかろうな。違う。だがあれはただの記憶ではない。運では分からんわい。足跡が途絶えた。ブラッド、敵のお出ましじゃ。この木を調べてみるかの。この先にあるはずじゃろ。
ほんで？予想通りだ。ゴフが壊れている。侵入されるはずじゃの。何があったんじゃ。クマが襲われた。何にじゃ。大きな手負いのクマにだ。争って木が折れた。アトレウスを探すぞ。あいよ、凶暴な獣とレーダーを見かけて身を隠したんじゃろう。後をたどれば見つかるはずじゃ。ああ、こりゃ進めんな。おほ、向こう側に足跡があるぞ。あの木を解けるか。しかし、なんでまたあの子は出て行ったんかの。口論の末、あの子に責められた。オーディンから隠れていると。奴の家族を3人殺したんじゃ、身を潜めて当然じゃろ。いずれ報復に来る。だからこそ、その身一つで生き抜く術を学ばせねば。ああ、あの予言を気にしとるんか。巨人族が壁にお前さんの死を書いたからといって、それも当たるとは限らんじゃ。あんな予言など信じてはいない。そうか、そりゃ結構。お前は予言の何を信じるのだ、ミーミル。わしゃもともと疑り深いたちじゃ。いかんとも説明しがたい事象を見てはきたがな、正直地の巨人の知恵をもってしても何とも言えんわい。敵はどこじゃ。オーレンナ、迂回するぞ。ベルデーデン！心配せんでも大丈夫じゃ。お前さんからしかと学んどる。あの子は平気じゃよ。あの子も同じことを言う。松明だ。足跡が洞窟の中へ。ならば行くとするかの。
こっそりと忍び込む方法があるはずじゃ。狼を襲っていた奴らか。いいや、ここに来て間もないようだ。進んだか。油断するな。よかったかもしれんな。ここから出るぞ。痕跡は外に続いとる。上に行ってまた探さねば。きっとここに隠れようとしてレイダーを見て脱出したんじゃろう。その後にクマが現れたんじゃよ。にしても凄まじい暴れっぷりじゃ。クマがアトレウスを追っていたのか。もしくはあの子が手追いのクマを助けたくて後を追ったんじゃろう。優しい子じゃ。アトレウス、どこにいる。
じゃな。何があったの？覚えていないのか？フェンリルを埋めて、その後は覚えてない。すごく悲しくて、それにむしゃくしゃして怖くなって、それで確か走った。でもクマがいて突進してきたから突進し返した。でもあれは夢だよ。感情がお前を変化させたのだ。僕そんな力があるの？感情に飲まれ、その結果変化したのだ。だからこそ稽古を続けねばならん。お前の能力が分からぬ以上
自制をなくして危険は避けられんだろう。自制ならもう教わったよ。答えが知りたいのに父上は教えてくれないじゃないか。お前が知りたい答えは母親にしかわからん。手を貸してくれる人がいたら巨人族とロキについての答えを知ってる人がきっといるはず。アトレウス、僕が何者なのか知るべきだよ。アトレウス、よく聞け。死にかけたのだぞ。制御できるようになるまで無用な危険は避けるべきだ。暴漢もまた危険を生む、そう言ってたよね。少しは父親じゃなく将軍らしく考えてみたら。黙れ。できん。頭を冷やせ。で、クマになったことについては話さんつもりか。うん、話そうよ。後にしろ。まずは呉服の木を直し家に戻るぞ。待った、呉服の木を壊したの？お前が。僕のせいってこと？お前のせいとは言っていない。でも、そう聞こえるけど。銃を合図して。バリだな。今だ。声を聞く力と変化の力以外に何か新たな魔力は手に入れとらんのか？何にも。フェンリルはどうした？どうしたって？死んだ時呪文を唱えたな。唱えてないよ。だが光が放たれた。待って、それ何のこと？それもまたフィンブルの冬のいたずらじゃろ。やっとどこにいるか分かった。この血は何？お前の血だ。僕の血？それかお前さんが引きずり回した獲物のものじゃろうな。それで慰めたつもり？
わざとじゃないよ。意図ではなく結果を重んじろ。何かできることはない。自然に任せろ。家に着く。この調子じゃよ。きっと呉服が壊れてる間に入ったんだ。テュールの神殿が今も使えてたらミズガルズから出られるのにな。どこへ行こうがフィンブルの冬からは逃れられん。そうだけど、ここよりもマシな世界はあるでしょ。おいでスバンナ、怖がらなくていいよ。お前は強い子だ。よし、いい子だね。偉いぞ。すっかりのせいだな。あの子なら当然か。スペキ、大丈夫？ただの雷だよ。アトレウス、この子たちの出るぞ。わかった。まったく、ほんに慌ただしい夜じゃったわい。しかし、こうしているとなんだか懐かしいの。三人で未踏の森を探索した頃のことを思い出すわい。ミーミルが一緒に来るのが久しぶりってだけでしょ。ああ、なんだかくたびれてしまったの。どこの森も似たり寄ったりじゃしな。寝なくて平気なくせに疲れたの。疲れにもいろんな種類があるんじゃよ。年を取ればわかる。さて、ゆっくり休むとするか。朝にはすべて丸く収まっとるじゃろ。酒の手土産もあるぞ。貴様と飲んで話すことなどない。ああが、話すことならば5万とあるはずじゃがの。
いいね、グラシャ。継ぐ前に言ってくれりゃな。なぜここに？ご挨拶ってやつも死にな。ウヌは穏やかで分別をわきまえてそうに見えるが、もしやわしの買いかぶりではあるまいの。それは時と場合にもよるだろう。今がその時ではないか。のう。わしはわかるが、区界に冬が訪れる前、少々誤解が生じたようだ。遺憾にもな。だがこうして互いの理解を深められたろう。さて、こやつの息子への仕打ちは正当防衛だ。戦って死んだのなら本望。正直あやつらは無能だったしな。だがバルドルはあやつらとは違う。無類の狩人にして切り札だった。確かに気が触れてはおったが、使い道はあったのに死んでしまうとは貴様のせいで。借りを返せ。今日が覚めたわ。何が望みだ。和平はどうだ。和平であれば元戦の神の固くなな心を動かせるか。もう殺し合いはやめ、この家でゆっくりとくつろいで、わしに歯向かったりしなければこちらも手出しなどせん。そやつのテュール探しも無論のことやめてもらうことになるがな。そうだ、すべてバレとるぞ。諦めるんだな。テュールはもはや過去の男。あの男はもう死んだのだ。やめれば手打ちとしよう。それでも足りぬというなら、貴様が盗み出したあの囚人も見逃そう。ミーミル、いるのは分かっているぞ。ほら出てこい、この口達者なジジイめ。貴様の言葉など信じるか。約束を守ったことなどないじゃろう。ああ、いたか、悪友よ。久しいな。ずいぶん知人だな。雪は白いという言葉ですらも嘘になる男じゃぞ。賢者とは思えん言葉だ。
世界一賢い生首には己のことしか見えんのか。皆の望みが一致しているのだぞ。ならばこれならどうだ。我が前妻とお前の仲立ちもしよう。貴様もフレイヤを追い払えば、己の大事な息子を守れる。それが望みだろう。違うか？さあどうする？断る。手間を取るなよ。待ってました。あの時を待っておった。よそ者のウヌは血の償いの起きても知らんじゃろうがの。ウヌが奪った家族の償いとしてウヌの一部を奪わせてもらうぞ。報われんの。こんなふぬけに負けたぞ。